クイーンって、うん、あのうちの父が、うん、あのロンドンでまだ売れてなかったバンドを3組プレゼンされて1組、日本で売り出すっていうことを決めてて、聞いたことあるわ。それでその中の1組がクイーンで、うん、であのうちの父が このクイーンがいいって。だから日本で人気出るんですよね、先に。そうなんです。ボヘミアン・ラプソディでは日本にもツアーで行くぞぐらいの感じで、ちゃんとは描かれてないんですけども、史実としてはキラークイーンの頃 に日本に最初に来てるんですね、うん、それはアメリカで成功させるには日本でこれだけヒットしてるっていう、ことをアメリカの EMI の上層部 に示す、見せる必要がある。だからそれで EMI が納得して、で それでアメリカです。すっごい話だ。それで日本の